ツイッターのトレンドでクソ野郎って入ってたから何かなと思って、蓋を開けてみたら、令和の大石明子さん、22万賠償命令ってことなんですよね。で、内容は、伊藤栞里さん、まあ、この人は結構裁判やりまくってる感じの人だね、ハーチューさんとか、エンリキさんとかと似たタイプですよね。で、山口氏の性的暴力訴訟に関連し、まあ、その二人のやり取りに関して、 第三者であった大石さんがツイッターで、まあ、腐ろうって言ったんですよね。それで山口さんが大石議員に880万の賠償を求めた、880万払いと言って訴えたわけですよね。えー、そしたら、ね、民事訴訟で1億3000万請求した山口氏を、まあ、腐ろう。まあ 性的なね良くないことをやったのになんで、あの、請求してるんだと思ったわけですよね。そしたら結局ね、このクセ野郎って言った、大石さんのが訴えられてしまったっていうことで、まあ、スラップ訴訟したから、まあ、クセロって言ったわけですよね。人を暴力で屈服させようと思ったクセ野郎。そしたらそこに対しても怒っちゃったわけなんだよね。で、 くせろうって表現は、えー、激しい侮辱だって認定したってことで、まあ、結局22万。まあ、大きく下がったけどね。で、赤字じゃんって話がね、簡単に言うとね、<laughs> 22万ってさ、取るものより失うものがね、その、大きいんじゃないかって。880万取りに行って22万ってさ、結局取れたけど負けじゃんって話だし、まあ、一番気になったのはこの、山本太郎を率いるこの令和、 のイメージが下がったってことだよね。これ22万倍賞目。まあ信用問題だからね、この議員っていうことで。だそれがでかいよね。だから、大石さんはやっぱり余計なこと言わなきゃよかったし、まあ、議員の立場でありながらクセ野郎って言ったのはまあ良くなかったよねって思うんだよね。なんかクセ野郎とか言わなそうな雰囲気だけどね。なんかね、ネット社会になってね、こうやって随分ごちゃごちゃするよね。まあいろいろ裁判だろう。なんだろうってね。なんか、忙しいなって思いました。 あんまり、ね、その汚い言葉を使って何一つ言うことがないってい話ですよ。どうもありがとうございました。